まあ、正直言って、今回の荒井秘書官の更迭問題は、荒井秘書官が相当バカだと思いますよ。そして、更迭は当然だろうと思います。ただ、じゃあ岸田、お前はどう思ってるねんと言われるリスクがあったりと、矛盾を抱えた判断という突っ込みを受けそうな気もしますが、この話題に関わらず、この関係で批判をしている方を見ると、白ららしいというか、なんというか。 皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2023年2月4日ですね。で、今回は岸田政権を批判する共産党の白々しさを少し皆さんにお話したいと思いますので、共産党の綱の皮が厚いなぁと思われた方はチャンネル登録、高評価をお願いします。また、それに加えて動画の拡散などをしていただけると幸いです。では、今回の目的はこちらです。 で、今話題になっている荒井秘書官なんですが、彼は経産省からの出向組なんですね。そして、岸田さんの政策立案に深く関わっていると思われる人物です。 で、皆さんもご存知の通り、最近の国会で岸田さんが、同性婚とか選択的夫婦別姓を認めると、社会が変わりうるみたいなことを言ったとして、一部で炎上しかけてたんですね。まあ、表現が違うとか、意図が明らかに違うという話もあったりもしましたが、詐欺になりかけてました。そのために、首相の発言の真意を聞くために、荒井秘書家に対して記者団が話を聞いたということで、この話題が出ます。 で、その際に本来この話はオフレコの話だったのですが、毎日新聞がこのような記事を2月3日午後10時57分に出すんですね。以下一部引用です。LGBTQ など性的少数者や同性婚のあり方をめぐり、経済産業省出身の荒井首相秘書官が3日夜記者団の取材に、僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいるのもちょっと嫌だ。などと差別的な発言をした。 首相官邸でオフレコを前提にした取材に対し発言したが、身体問題に発展しかねず、国会で岸田文雄首相の任命責任が問われる可能性がある。荒井氏は、社会に与える影響が大きいマイナスだ。秘書官室もみんな反対するなどと発言したほか、人権や価値観は尊重するが、同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくるとの趣旨の言及もあった。以上ですね。 まあこれはやばいっすよね。いやね、同性婚同性愛者に対してはいろんな意見もあると思いますよ。しかし私自身は同性愛は気持ち悪いと反射的に思ってしまう。しかし私はそれを理性で抑えるべきという立場なんですね。あちなみに私は同性婚の法制化を許容という意味で賛成の立場ですよ。 でね、この手の話題を私が話す際、自分が炎上しかねないと悩みながら言うのですが、しかしながら、私は自分の反射レベルな反応を変えることはできませんが、そこを理性で修正するという考え方なんですね。ただ政治に関わる人がいくらオフレコだとしても、この発言はあかんわ。それこそ最近で言えば、愛知県議がフェイスブックに、同性婚が気持ち悪いと言って何が悪いんだ、ほとんどの人がそうじゃん、的なことを言って大問題になったんですよね。 まあこの人の場合去年も同じことをして炎上して謝罪しているのでまたかって話なんですがで気持ち悪いいいととと思思ううここ自自体はは内心の自由ででですす何もんよそして表現の自由もあるんですが表現の自由はその表現を批判されない自由じゃないですからね。それに政治家が政策に関わる人間として感情だけで政策を作ると取られかねない発言はダメですよね。 同性婚を認めるべきではないと思うならそこは理屈で話をするべきなんですよね。賛成派も反対派も。ただ単に気持ち悪いってことだけで話を進めることは許されませんしそれに立場ある人が公の場で差別的な表現をするのが愚かなわけですよ。ましてこの愛知県議の話の1週間後に同じようなことをね。オフレコの場とはいえ記者がその気になればバレてしまうわけで。 荒井氏はマヌケ以外の何者でもないでしょうね。ちなみに荒井氏は問題の発言をその後撤回し、また秘書官室もみんな反対だ発言についても別に確かめたわけではないと弁明しますが、時すでに遅し。まあ結果本人からの辞表も出ていたようですが、荒井氏は4日に迅速に更迭されることになりました。 で、当然この件については、更迭前から様々な野党議員の批判が相次ぎます。で、その批判は当然だとは思うんですよ。しかし、批判の中には雑というかなんというか。こちらをご覧ください。こちらは共産党の宮本徹衆議院議員の2月4日午前9時41分のツイートですね。以下引用です。 差別者の更迭で済ませるのではなく、同性婚を法制化することで差別と偏見をなくすべきです。以上ですね。うーん、まあ、法制化をすれば差別や偏見も変わりうるんだろうけど、それでいいんでしょうか まるで相手がミスをしたときに反省することだけではなく、それに対するペナルティ的なこととして、同性婚を法制化しろってのは別の話だと思うんですけどね。私自身は、同性婚法制化自体には賛成ですが、それこそ今国会では変な主張が目立つんですよ。例えば、統一協会が同性婚選択的夫婦別姓について反対している。自民党などが統一協会と関係ないことを示すために、同性婚などを認めるべきだとする主張や、 選択的夫婦別姓を認めれば少子化対策になるとする主張が主に立憲からだと思いますが出てるのが非常に不愉快なんですね大事なことは同性婚選択的夫婦別姓を認めるべきことを説明することであって何かの取引材料に使うことではないそんなやり口を国会で見てる人がどうやって同性婚選択的夫婦別姓指示に回ると思ってるんだろうか とかななり不快な気持ちで見ています宮本氏のこの発言もこの立件ほどのおかしさはないものの無理やり話を進めようとしている感じがして私はおかしいと思いますね。 で、この国会では、共産党は他にもジェンダーについて岸田政権を批判していますね。こちらをご覧ください。こちらは、日本共産党公式アカウントの2月1日のツイートですね。以下引用です。日本を少子化社会にしたのは、明治以来の過不調整を美化する自民党政治が女性の行為を無視してきたから、ジェンダー平等社会に作り変えるシステム改革を。 総理の認識を問う小池晃初期局長の国会質問以上ですね。で、このように少子化とジェンダー論を絡めて話をしてるんですが、で、このような議論があることは間違いないです。しかし実は G7 においてジェンダーキャップ指数が高い、まあいわゆる男女格差が少ないほど、しばらく経てば出生率は高まる傾向があるとする研究はあるんですね。ただ、これはあくまで傾向。 相関関係しか分からず、因果関係があるかはよく分からないとされるのが多分普通です。まあ単純な発想として、いやいや、そもそも明治以来の家父調整の中で日本は子供が増えたのに、なんで家父調整を変えたら子供が増えるねんってツッコミがあるんですよね。ですから先ほどの共産党のツイートにもそのような反論がたくさんついてるわけですよ。 でここでもやはり共産党がやるべきは因果関係があるんだってことを丁寧に説明することだと思うんですよねしかしなんか雰囲気だけで吠えているそして実は共産党はあのフェミニストの二党夢野さんから女性差別政党としての側面があることを批判されていることをご存知ですかこちらは二党夢野さんの2021年6月7日のツイートですね以下引用です 共産党は女性候補を増やすことにも力を入れているが、前回の衆院選では、比例の順位が男男女という順番であったことから、女性議員であり、小選挙区で8万票以上獲得した池内沙織さんが落選。党内の不平等から変えなければ信頼できないと中央委員会にメールした。この件についても赤旗に取材されたい。これまでの比例の順位からは、 共産党内に内面化されている男女不平等や男女格差を放置しても仕方ないのだという考えが滲み出ている。女性候補者やそれを支持する女性や市民を選挙や政党の下支えのように扱われているように感じ残念だ。 どうか今年は党内の男女不平等から書いていただきたい以上ですね。で、こちらもご覧ください。こちらは2021年の衆議院選挙東京ブロックの結果ですね。で、ちょっと制度の説明をすると、衆議院の場合、公衆名簿といって、比例の順位は順位をつけて党が届け出するんですね。 そうすると、順位がが高いいい方が当選しやすす。ととうことになりますただ、選挙区と比例の重複立候補の場合、この順位を同一順位にして届けることができ、それが結構普通なんですね。ですから、例えば立憲の近畿ブロックでは、ほら、名簿順位が1位の人が並んでいて、赤配率が高い人から順に当選していますよね。辻元さんは赤配率が82.7%もあるのに、立憲が議席を獲得できないから落選したんですね。 で、このような立憲のやり方だと、赤配率勝負になるわけですよ。しかし、先ほどの共産党のやり方だと、ほら、宮本さんは赤配率54.6%、池内沙織さん、この人は安倍さんの顔にちょびひげをつけた写真を太鼓につけて叩いていた人ですね。この人は赤配率が71.2%なのに、比例に順位をつけているので、宮本さんが当選しています。これが先ほどの二党夢野さんの怒りのツイートの話なんですね。 で、まあ、これは一例に過ぎませんが、あれ、共産党ってジェンダー平等を実現してない党じゃねって話があるんですよ。ですから、まあ、私なんかすると、小池さんが少子化対策のためにジェンダー平等って叫んでるのは根拠が薄いという意味だけではなく、お前の政党をまずは変えろよという意味で、白々しいなと思ったりも。 まあね何にせよ新井さんの発言なんかは間抜けだと思うんですけども、まあ、共産党というか、まあ、この件に関してこれを悪用してね何かことを進めようとするのは私は違うんじゃないのかなと思ってるんですけどもまあけどどう考えても国会がまだ始まると絶対に野党はこの件に絡めて何か言うんでしょうね特に立憲なんかは絶対やりますわだってさっきみたいなことがあるんですもん皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね皆さんの感想をコメント欄でお伝えください では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。